はい、いかがでしょうか。いやすごい人。いや、何これ。はい、おはようございます、カンパパです。今ね、朝5時33分ですね。はい、こちらはですね、はい、尾瀬の玄関口の一つ、大清水の駐車場にいます。まあ、こんな感じでもうほとんど雪がないんでね、まあ、非常に歩きやすくなってるとは思うんですが、まあそこは尾瀬ですからちょっと気を抜かないでいこうと思います。はい、ということで今日は大清水から入って尾瀬沼を目指します。はい、今日のルートですが、現在地はここ大清水、ここから林道を北に進んで一ノ瀬休憩所まで約3キロ歩きます。そこから登山道に入り三平峠まで登ります。三平峠を越えたら尾瀬沼南岸に下ります。片道6キロの峠越えルート行ってきます。本当ね、シーズン最盛期ではまあ、この下の川の駐車場もね満杯になるほどこの大清水もね混むんですけど、尾瀬のね他の駐車場、例えば戸倉であるとか、あとは福島ルートでいうと三池であるとか、ああいったところに比べるとまあ車の台数も少ないし、こうわんさかわんさかしてない分ね、僕なんかこっちの方が好きなんですよね。はい、だんだんね雪が現れてきました。まあ、多分この先もっともっと雪が出てくると思います。はい、6時42分ですね。はい、一ノ瀬に着きました。まあ、だいたいコースタイム通り歩いてきました。いや、これね、雪閉まってるから結構歩きやすいんだけど、もうちょっとしたら滑り止めが必要ですね。はい、で、ここがね、一ノ瀬の休憩所です。はい、多分ね6月ぐらいになると去年僕がね乗ってった抵抗外マイクロバスかな、まあ、あれがここまで来るようになるんで、大清水からまあほんと10分ぐらいでここまで来れます。今日はね歩いてきたんで1時間かかっちゃったけど、でこの先ねあの橋を渡ると、三平峠を越えて尾瀬沼に出ます。去年の7月の映像端っこの方に出しておきますけど、まあ、これぐらい違いますからね。はい、ここがね入山口になりますね。でここから三平峠を越えて降りるとすぐ尾瀬沼が現れます。まさに尾瀬で多分一番古いねクラシックルート、これから行きます。もう滑るからね。
僕はねここは何回も滑ってんですよ。ズボン破いたこともあるんだけど怖いんだよね。特に雨上がりは、ほんと雨上がり消したいでねここはやばいんだよ。明かりボンが途絶えたり色あせてるんで、もしかしたらねルート見失う可能性があるんで、気をつけて歩いてください。ところどころ雪の切れ目から木道が見れますんで、焦らずねゆっくり行った方がいいと思います。ご覧の通りね空は真っ青で、まあいい天気なんで気持ちは沈まないでいけますけど、悪天候の時とかはねどうしても焦っちゃうんで、もうコース見失いがありますから、そこは落ち着いてね、行った方がいいと思います。こうやって、ね、踏み跡もねよく分かんなくなっちゃってるんだよね、ガチャガチャで。だけどふと上を見るとねこう赤いリボンがあったりするんで、そこは、まあ、慎重にというか落ち着いてね。で、あれここどうだろうってなったら、まあ大きく深呼吸して周りを見渡すと、まあ必ず戻れますので。これなんか怖いよな、怖いよ、踏み抜きそうで。よいしょ、はあ、はーい、よいしょ、はあ、はあ、岩清水。じゃあ、お出てる。ここから三平峠に向かいます。ここからね多分15分か20分ぐらいで峠のてっぺん行けると思うんですよね。あと一頑張りしましょう。はい、ここはね天国沢ですね。天国沢、うん、ここね夏来るとね、まあ、気持ちいいんだけど、ものすごく虫が飛んでんだよねここ。いやー行くな。おお、ここまで来たよ。よいしょ。いやー、もうすぐね三平峠のてっぺんなんですけど、ついにシャリバテを起こしましたこのね110円のファミマのメロンパン、これねすごい、まあ美味しいんだけどコスパがいいんだよね。熱量403カロリーってすごいでしょこれあれ、ああ、火打ちだよ。いやー、すごいね。まな板蔵、芝安蔵、手前の美濃淵。いやー、くっきり映ってますね。早く小瀬沼から見たいね。8時40分ですね。ちょうどね、大清水出たのが5時40分なんで。3時間かかっちゃったね。まあそんなもんしよう。はい、三平峠でーす完全埋まっちゃってるよね。あのね、縦札
こんな低くないんですよ。低いっていうのはおかしいけど。はい、じゃあここら辺にね、去年の7月来た時の写真貼っときますけど、こんな感じです。だからね、こうまだね、尾瀬はね、部分的に吹き溜まりになるともう3メーターぐらい積もってるわけですよ。ここは峠のてっぺんですから、まあ、あとはもう下るだけなんですけど、下りがね嫌いなんだよ俺ここ。ああ、これわかるかな？この木のね、もう奥に白いものが見えるでしょ。あれが凍結した尾瀬沼です。なかなかね、こういう時期来ないと、真っ白な尾瀬沼って見れないと思うんだけど、まあ、ここをね、ぐーっと下っていくわけですよ。そうするとね、三平下に出るんだけど、まあ、早い話がね、帰りはまたここ上がってくんだよね。そこが登山のね、まあ、まあ面白いところだね。はい、行きましょう。まあ尾瀬沼がだんだん全貌を表してきたよ。おっと、これね相当きつい斜面下ってんだけどね。はい、GoPro だとね、ちょっとちっちゃくしか見えないと思うんだけど、これ肉眼だとね、すごい迫力なんですよ。はい。正直言うと、沼と腹の区別がもうつかないよね。全部真っ白で。でね、ちょっと拡大すると、あそこに三本カラマツが見えると思うんですよ。あれが尾瀬沼の象徴の三本カラマツですけど、わかるかな？ね、だからその向こう側がぐーっと入ってるのは、あれ大江湿原ってことですね。うん。で、日内ヶ岳はこの左の方なんだけど、もうちょっと降りていけば見えると思います。これね、皆さんにね、ぜひお見せしたい風景がこれなんですけど、まだね、どっから尾瀬沼っていうのがそこら辺だったらわかるんだけどね。はい、はい、いかがでしょうか。いやすごいっしょ。何これ。すごいっしょ。すごい。まあ、危ないからね、こっから先行かないけど、まあ、そこら辺まで歩けるんだけど、もう沼です。目の前はね、おなじみ、僕が山の中で一番好きな山、日内ヶ岳ですね。で、ずーっとね、こっち行くと、まぁ、ちょっとね、GoPro じゃ見えないかもしれないけど、三本から松があって、その向こうが大江湿原ですね。で、もうちょっとこっち行くとね、尾瀬沼のほとりの小屋群が見えます。お母さんじゃないけど、やってみたかった。寝てる。はい、あのね、ここまで来ちゃえば、もう目の前、尾瀬沼と日内はもう見放題なんで、じゃあ三平下まで行こう。うん。本来であれば、まあ、尾瀬はすべてこう、木道があるんですよ。一部を除いてね。で、ただまあ、木道の場所もすでにね、1メーターか2メーター下なんで、適当に歩いてますけど、木道があったら木道の上を歩いてください。はい、9時12分三平下ですね。こっちは目の前はね、無料休憩所です。まあやってるわけがないんでね、寄ってもしょうがないんだけど、夏ルートであれば、木道を伝って降りるとね、小屋の脇に出るんですよ。で、小屋の脇ずーっと来てね、ここはね、すごい数のベンチがあるんだけど、全部埋もれてます。
もうちょっと左。ああ、ストップ。もうちょっと。うん。こっちこっち。もうあと2分。いいよ。で、またさ、あの木のあたりにいて。はい。いや、体こっち向けて。そう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 。はい、チーズ。はい、チーズ。ああ、この辺はね、溶けてきちゃってるね。うん。すごいね。火打ちモザイクだね。さあ、ここは大丈夫かな？いけるかな？ズボッと行ったら怖いね。これね、まあ、ざっと5、60センチ、もっとだな。もっとだね。うん。1メーター近く。まだ積もってますね。はい。これね、どこまでもね、これ歩いていいってもんじゃないんだよ。この辺は多分もうやばいとこなんだろうけど。あのね、前も言ったことあるんだけど、雪の中ってね、すごく静かなんですよ。音を吸収するんだね。新兵器。暑い、うん、あったかいね。あったかい。これね、カブママがね、野菜スープを作ったんですよ。これ新兵器、まあ、これ物自体は昔からあるんだけど、スープジャー400ml の、まあ、2人分ですよね。で、これでまあ目いっぱい入れてきてね、で作ったのがね、2時半ぐらいに作ったの、うん、朝の、まあ、朝と夜だね、うん、2時半に作って、今9時50分でしょ。2時半から9時50分だから、まあ要はもう7時間以上経ってるわけ。でも暑いよ ね、優秀、うん、うわぁ、手巻きソーセージドーナツ、うん、懐かしい味がする。うん、うまいね。うん、うまいよ。美味しかったね、スープね。あったかいもの飲むっていうのは、これお医者さんも言ってたけど、こう自律神経がね、こう復活するっていうか、調子が戻るんで、でそれで一気にね、やっぱりお腹が減ってきました。まあスープを飲んで、なんかへんてこな形のソーセージが入ったパン、これ美味しく食べました。ということでございましてね。じゃあ戻ろうか。三平下に戻ってきました。来た時はね、向こうから直接降りてきちゃったんですけど、帰りはね、三平峠まで上がるんで、本当は夏道はこっちが正規のルートなんで、ちょっとこっち行ってみます。はい、ここね、小瀬沼山荘の後ろなんですけど、まさにね、これが大勢だよね。きついね。はい、三平峠まで戻ってきました。いやー、疲れちゃったよ。はい、あとはね、まあ今まで皆さんに見ていただいたように、ずーっと登りがね、
登りの時はね、もうひたすら登ったけど、今度はこっち行くとひたすら下りになりますから。はい、ということでございまして、雪に閉ざされた尾瀬沼と日内ヶ岳を見て、カウママ特製の野菜スープを食べたと、いうような動画でございました。今日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。